皆さんこんにちは、ピアニストの赤星かなです。今日は立体的な演奏とは何かというテーマでお話しさせていただきたいと思います。皆さんコンクールの好評だったりとか、ピアノのレッスンでもっと立体的に演奏してくださいっていう風に言われて、でも立体的な演奏ってなんやねん、わからへんって思われた方いらっしゃいませんか？今日はそういった方のために、少しでも立体的な演奏とは何なのか、そしてそれを実現するためにはどういうことに気をつけて練習したらいいのかということを、少しでも分かりやすく皆さんにお伝えできる動画にしていければなと思っております。私が普段ピアノのレッスンをさせていただいている中で、結構多いなという問題点についてお話しさせていただきたいのですが、本当にね、音のただの羅列になってしまう演奏っていうのがね、結構多かったりするんですね。ただ音が並んでるだけで、全部一緒の音、音のバランスだったり音の大きさが一緒の音になってしまってるというのが結構多いんですよ。で、今日はショパンのノクターンのオーパス9の2を取り上げていきたいと思うのですが、ちょっと今日はかなり極端にその悪い例を弾いてみますね。これがもし文章だったとしたら、もう本当に棒読みっていう感じですよね。今日私は朝起きて美味しいご飯を食べましたみたいな感じですよね。何の抑揚もない感じで、この演奏を立体的にするにはどういうことに気をつけたらいいかっていうことなんですけど、ではね、ここにね、私のものすごく下手な絵が2枚あります。はい、本当に絵の才能は皆無なのでご了承ください。で、人と雲と家、この3つが描かれた2枚の絵がありますね。で、皆さんどっちの絵が立体的な絵だと思いますか？もう絵自体のクオリティはものすごい低いとしても、どっちの方が見やすかったりとか立体的な絵だと思いますか？一目瞭然ですよね。こっちですよね。こっちは実際の雲より明らかに大きいし、全部がほとんど同じ大きさで描かれていて、なんかごちゃごちゃしてて、結局何が伝えたいのか、どれが一番大事なのかもわからないし、なんか全部積極的に攻めてきてるみたいな感じ、ちょっと怖いぐらいの感じですよね。はい。で、こっちは遠近感があって奥行きもありますよね。で、すっきりしてて見やすいですよね。で、この一つ一つ、人、家、雲、この一つ一つが音楽の場合は音だと思っていただきたいんですね。まず何を伝えたいのか、その部分ではどの音が一番聞かせたい音なのか、全部の音が大事だということを忘れないでください。バランスの問題であって、例えばこれ雲がなかったら全然違う絵になってしまいますよね。家がなかっても人がなかっても全く違う絵になってしまう。音のバランスを考えるということがすごく大事になってきます。で、この音のバランスなんですけど、これは本当にね、いろんな要素が絡み合って、で、最終的にどこをどう出すっていうのを考えていかないといけないんですけど、まあ、例えばですね、まあ、一番シンプルな例で言うとしたら、メロディーと伴奏ってありますよね。どっちの手の方が、右手と左手だけでまず考えてみるとすると、まあね、どっちもって2パターンで弾き比べてみるといいと思うんですよね。右手を出すと、左手の方が目立たせてみると、
右手のメロディーがしっかり聞こえてた方が綺麗だなって思いますよね、きっと。この横のつながりというのも大事ですよね。音の高低差があったり、どこが一番緊張しているのかで、音の長い短いによっても出したい音、出すべき音っていうのは変わっていくと思うし、拍も関係してきますよね。拍感、どこに強い拍が来るのかということもありますし、例えばこれが4声帯だったり3声帯だったり、いろんなたくさんの声部がある曲だとしたら、もちろんその声部ごとで音色だったり 音の大きさだったりバランスを考えていかないといけないですよね。なのでどの音を一番聞かせたいか、でどの音は遠くで少し控えめに聞かせたいのかというバランスを考えるということが、立体的に演奏するということに結びついていくと思うんですね。例えばこの左手も、全部一緒に弾いてしまうとね、もうちょっとしつこすぎる感じになっていきますね。どの音を抜くべきなのかということもすごく大事です。どの音を出すのかを考えるのも大事ですし、どの音を少し遠くで鳴らしたいのかということも大事ですよね。っていうようにね、っていうのをどの曲のどの場所でも考えていくっていうのを意識していくと、またね、一つ演奏がレベルアップするのではないかなと思います。皆さんもぜひ練習の中で取り入れてみてください。何より一番大事なのはやはり聞くことですね。耳で聞くこと、今鳴っている音のバランスは美しいのか、一番綺麗な響き方なのか、バランスなのかというのをよく注意して聞いて、まずね、自分が一番最初のお客さんですからね、自分が心地いいバランスなのか、音が並んでしまっていないかということに気づけるだけでもね、すごくレベルアップすると思うので、そういうことにもちょっと意識を傾けて練習してみていただければと思います。これからもね、こんな感じで演奏に関する動画もアップしていきたいと思いますので、少しでも役に立ったよとか、また聞いてみたいよという方がいらっしゃいましたら、高評価並びにチャンネル登録の方もしていただけると励みになります。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。